こんにちは、柴田です。今回はですね、ジャパンヴィンテージの、購入の時の注意点というか、ヤフオクとかメルカリで買う時は注意した方がいいよというお話ですね。要はですね、ハズレを買ってしまうとリペアやメンテナンスでめちゃめちゃお金かかります。ジャパンヴィンテージは僕好きでね、7、8年ぐらい前かな、結構ね購入してたんですよ。グレコだったりフェルナンデスだったり、70年代とか80年代前半のですね、日本製を買い漁っていたんですけれども、結構ねヤフオクとかメルカリで大ハズレをね引いたことがあります。確かに材はいいんですよ。これもねグレコのストラトなんですけれども、70年代のものだと思われます。座繰りもしっかりしていて、ボディもですねアッシュ、目もねめっちゃ綺麗なんですよ。ズバッとしていて2ピースのボディになってますね。こういった感じでですね、材自体はねめちゃめちゃいいんです。ただこちらネックがないですよね。そうなんです、ネックがね結構ボロボロのものが多いです。もう40年も経ってるものなので、それはしょうがないかと思うんですよね。ただ販売している人もヤフオクとかメルカリってギターのことにあんまり詳しくない方とかもいらっしゃるので、フレットのことだったりとかネックのよじれとかね、そこまではね見れないんですよ。どれぐらいのね費用がかかったかというと、僕はねグレコのストラト、これとはまた別のですね、76年くらいのグレコのストラトを買った時はもうネックもフレットも死にまくっていたので、結局ねネック自体を変えました。ネックの購入費だけで2万いくらしたんで、それで済めばよかったんですけれども、なんとですね76年製のグレコのストラトって若干ボディが小ぶりになってるんですよね。それに合わせてですね、ネックの幅も通常のフェンダー規格では合わない、はまらないんですよ。この溝が狭くてですね、それによってボディの座繰りをしてもらったりとか、結局自分ではできないことがただ起きてしまって、それもリペアの方にお願いするじゃないですか。それプラスセンターのピックアップがいかれてて、それも取り替えなければいけないと、そういったもろもろでですね、結局購入した金額プラス4万円ぐらいですね、もろもろで経費がかかってしまいました。その他のもので例を挙げると、これもねフェルナンデスのジャパンヴィンテージと言われるストラトキャスターなんですが、やはりですねグレコのと同じくフレットがね鬼のように削れていたので、これはフレットを打ち直しております。そして開けてびっくりだったんですけれども、座繰りがですねなんか彫刻刀とかでやられてるんですよ。めちゃめちゃ汚いね刺し方をしてあって、それを整えたり、あとノイズレスの加工をしたりっていうところで、これも結局4万円ぐらいですねリペアでかかってしまってるんですよ。そしてこちらのヤマハの SA1200 なんですけれども、ご覧の通りセミアコですよね。これはね配線が死んでたんですよ。これタップがついてるんですけれども、通常通りの音はなるんですけれども、タップが死んでいたので、やっぱりねタップ使いたいなというところでですね、こちらもリペアに出しました。でセミアコってこう後ろをね開けれないんですよね。なのでこれ取るときってピックアップのここのところからビーッと引っ張り出すんですけれども、セミアコのポット効果ってめちゃめちゃ高いんですよ。なおかつですね、これブリッジのサドルが1個欠けてたんですよ。なかったわけじゃなくて、なぜかね鉄が欠けてたんですよ。それによって1箇所ね宙に浮いてる状態にあって、はこれダメだなというところで、ヤマハに連絡をしてブリッジを買おうと思ったんですけれども、古すぎてですねブリッジがないんですよね。今ね販売されてないんですよ。でヤマハの SG2000 のゴールドだったらあるよって言われたんですけれども、さすがにねこれにゴールドつけるのはどうかなというところで、ヤフオクでですね3ヶ月ぐらい粘ってやっと見つけて購入しました。しかも結構な値段で買っております。それだけじゃなくてね、ナットもダメになってたんですよ。ジャパンヴィンテージあるあるなんですけれども、ナットの溝が深くなりすぎていたので開放弦でもねビビっちゃうんですよ。それで牛骨を削ってアロンアルファと練ってですねこう埋め込んでいたんですけれども、やっぱりねそれだとチューニング変えるときにキッ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 っていう音が入って、なかなかねチューニングうまいこと合わないんです。
で結局千葉管楽器に行ってですね、ナットも交換しました。まあ、ギターを個人の売買で行うのはいいと思うんですけれども、どうしてもね、そういったところでハズレをね、引いてしまうことがあります。リペアすることを前提だとしたらね、全然そういった売買もいいと思うんですけれども、ある程度しっかりした状態で届いた日から引きたいという方はですね、デジマートとかショップが経営しているところで購入した方がいいと思います。まあ、僕の経験上だとですね、フレットのすり合わせ、ナットの交換、このあたりはね、ヤフオクでジャパンヴィンテージ購入したら必ずやらなきゃいけないことかなっていうぐらいに思ってます。前ですね、フレットのすり合わせしておりますっていうジャパンヴィンテージを購入したんですよ。そしたらですね、確かにすり合わせはされていたんですけれども、フレットがもう3割ぐらいしか残っていなかったっていうことがありました。もうね、3割っつったらテロンテロンですよ。フレットレスみたいな状態ですよ。そういったことがありますので、くれぐれも皆さん注意をしてジャパンヴィンテージは購入してください。ご視聴ありがとうございました。柴田でした。